理系法律根吉、理系法は、新末の官僚、外交官。字は、白行、号は橋はじめ、暗記小路修復合否県美学天郷出身。理工省の弟り明喜びの子で、同治元年に、おじり工省の養子となる。工所3年から、天津の直霊総督我門で高難寺、慶について学んだ。工所8年に巨人となり、理工省の下で、 外交事務を担当した。高所12年から中英公使の随員としてイギリスに赴いた。高所16年より中日公使に就任。高所21年3月20日より自席全権として理工省と共に下関春藩堂での日清講和会議に参加し、4月17日講和条約に調印した。理工省狙撃事件の後は療養中の理工省に代わって、 交渉実務の中心となることもあった。台湾価値上の全権委員にも任じられ、6月2日、キールン沖に停泊していた日本船、西京丸上で、初代台湾総督、河山助則との間に台湾切除の手続きを行った。河山が、なぜ台湾に上陸しないのかと問いかけたところ、理系法は、上陸すれば台湾住民に暗殺されるだろうと答えたという。 公所31年に、省役大臣となり、公所33年には、中英公使となった。戦頭3年、有伝部左次郎となった。それまで郵政事業は、外国人が担当していたが、交渉の結果、理慶法が、漢人で、初めての郵政総局局長となった。新庁滅亡後は、実業家に転向した。立名義に関するカテゴリー、ありがとうございます。